バイブルはレッツエンジョージアボカさあ今日も撮っていきたいと思いますね、この YouTube そろばんチャンネルでは皆様のおかげで YouTube 側から CM 広告をつけていただいてます。たまった日本に関してはですねこのような、仮想通貨に交換しております。メタバースじゃないや、ウォレットなんだっけこれイーサリアムじゃないや、メタマスクか、メタマスクだっけ、そうウォレット財布の中にイーサリアム、あとはですねリップル、XRP と、サンド、という効果に今交換しております。なぜ仮想通貨に交換するかというとですね、年内中にメタバース上、メタバースプラットフォーム上でですね、計算大会を開いていき、賞金に仮想通貨、商品に NFT なんか出していきたいと思っております。仮想通貨、なかなか怖いよ、全然わからないから、自分でやるのは怖いよという方はですね、ぜひそういうような大会に出てですね、仮想通貨、勝ち取ってみてもらえればですね、ノーリスクで、資産が増えるかもわかりませんということでですね。はい、まあ、そろばん業界の先生もですね、そういうような、Web3 なんて言われますけどね、最新のブロックチェーン技術、チャレンジしていく先生がいてもいいのかなというふうに思って頑張っております。ぜひそういうような考えに賛同していただける方はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは今日のテーマやっていきましょうか。自分で 100% できる強化を増やす、どういうことかというとですね、ゴリ先生が仕事をしててですね、なるべく何を考えて、仕事をしてるかというとですね、まあ最近ずっとこの動画でも話してるんですけどね、これからまあ二極化、2つ大きな流れ2つに、まあ大手と、あとは、まあ、ゴリ先生みたいな、こじんまりと小さくやって、この二極化だと思うんですね。で、ゴリ先生は、当然、その後者、なるべく小さくこじんまりと、やったこうと、決めて、そんな戦略で動いております。じゃあ、そういう時に何を、気をつけてるかというとですね、100%、自分で 100% できる仕事を増やそうと、考えてるんですね。まあ自分で指導をしたりとか、自分で販促物を作ったりとか、そういうものを自分で 100% できてしまえば、他の人を雇ってですね、リスクを冒して、人件費を増やして、利益を減らしてですね、そういうことをしなくてもいいと。じゃあ、自分で 100% できるような仕事をの状態にする売上規模、というのを、じゃあ大体これぐらいだろうな、これ以上いくとちょっと人を増やさなきゃいけないなとかっていうのを考えながらですねやってるわけですね。でそれを生徒のみんなに当てはめた時に、同じようなことが考えられるわけです。自分で 100% できる、自分で自学ですよね、100% できる強化を増やしてほしいんですね。例えばソロバーン座、自分でもすでにやり方が分かって、例えば6球練習してる子なんかは家で自分でタイマー測って6球練習できるわけですよね。ただ、算数なんかで、このやり方わからないな、例えばその本を読んでですね解き方が書いてあって教科書なんかを見て、理解したと。で、ワークができる。そういう状態だったらいいですよね。全部自分で 100% 解き方まで読んで、教科書を読んで、またワーク。それと同じような問題をやる。ただしですね、教科書を読んで、わからないと。そうしたら適当にワークをやるんではなくてですね、そういうものは、例えば先生に聞くとかですね、翌日先生に聞いたりする方に回す。その代わり、例えば漢字練習とかですね、漢字練習はそのまま、反復で練習して覚える。そういうような 100% を自分で自学自習、完結できる教科をですね、ぜひぜひ一つずつ、増やしてほしいんですね。全部が全部、完結できるというのはなかなか、難しいとは思いますんで、わからないもの、さっき言った、例えば算数でわからないところ、数学がわからないところ、解き方がわからないよっていうところは、また次回、先生やですね、友達に聞けばいいんですね。で、それよりも、まずは自分で 100% 完結できる、そういうような教科を一教科でも多く増やすように日頃心がけながらですね、あ、この教科だったら僕はもう誰にも教えてもらわなくても自分で学習できるんだという教科をですね、一教科でも増やしに行くような、それを考えながら、ぜひ日々学習に取り組んでもらえればなと思って今回こういうような動画を作らさせていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。